まこなこです。前回の悲劇から再びある程度時間戻してやってますが、内容なぜかというのは分かりました。まずこのスペシャルシチズン見てもらって、反乱レベル、これを見るとまあずらりと人がいるんですけど、これパッと見るとまあ自由がないとかもそうなんですけれども、前回見た時にはもう最後の負けた時のデータ見た時にはフードとかまたフェイス、ヘルスケア、それらがなかったんですよね。なかったというのはこのマイナスになっても赤いゲージになっていた。で今見るとリバティが少し足らないように見えるので、まあ、この辺りも対応しなければいけないのと、あとフードとか、まあ、ヘルスケアとかだとクオリティの高い方、例えば病院であるならばクリニックではなくてホスピタルのみを作ってたんですが、このホスピタルはウェルオフとベターという、まあ、ややお金持ち、その辺りの人しかなんかどうも利用できないらしくて、で逆にクリニック作ってないので金がない人が病院にかかれなかった。それによってヘルスの値が低くなってあれだけの反乱が起こってしまったようです。この辺りを対応するためにさらに進めてやっていきたいと思います。では何をやればいいかですが、もう病院とか安いクリニックの方をたくさん作って、また自由もある程度上げられるように対応ができたらと思います。もうこの辺りは作業になるので進めておきます。さてまた即座に反乱起こってしまいましたが、これぐらいならなんとかなるかと思いきや全くなんともなりそうにない。航空機も飛んでってくれてるけど、ここら辺戦車大量には来てるので、これでどうなるか。戦車部隊が間に合ったな今回は。なんか前回全然来なかったんでね。パレス直しましょう。さてで今さまざまな建物は建てたので、まあ、その辺りでも問題はなくなるはずです。これもクエスト絡みのものだと思うけど、もうやらなくてもいいかな。また多分やっぱりこれ反乱が起きそうとかそんな感じの意味合いなんだろうね。今建物これ即座に建たないと意味がないから、コンストラクションオフィスも作って手早く対応やってもらいましょう。これはクイックビルド、まあ他もクイックビルドやってもいいけどね、なんかもったいないというか、なんというかね、貧乏症なんで、そこら辺はもうのんびりと待ちたいと思います。結果を。さて、なんか不穏な空気が。でこれ即座にこの状況がね好転しないので、例えばリバティを早めに何とかしたくてもどうしても一定の時間はかかってしまうので、もうこの辺りはしょうがないのかなっていうね、少し時間を待つような状況になると思います。あと自由に関する、自由に関する、ここら辺はこういったものを下げていくとか、いろいろ権利関連も見ていかないと厳しいかもしれないが、自由絡みは多分ここだと思うけどね。パーソナルライト、それ以外はまあ特段気にしなくても大丈夫なはず。これで自由な値がのんびりとね数字変わるの見ていきましょうか。今までマイナス25だったところがマイナス5まで減ってるので、これでまた状況が好転することを願って、あとは人々でこのレベル、105から今104に下がったね、103に下がった。これがこのねちょっと紫色で見にくいけど、この数字が今後どうなるか。102なんとかなったかな。リバティで、リバティ上げるんであればまたテレビでも作って対応しましょうか。テレビステーションがどこにあるか、メディア、パッと見なんか全体的にもう暗いんでね、
この辺りテレビステーション作って、これも即座にクイックビルド急がないと。お金は十分あるので金銭面はあまり心配がないで、リバティどうなんだろうな、これ。あ、そか、まだ立ってないのかな。クイックビルドさっと立って、これ効果も最大まで上げて、あー胃が痛いな、これ状況好転するまで。リバティ多分上がってると思うんだけど、数字が。ディフェンス HQ というのも減らすという手もあるけどね。あとはアーミーベースで防御を固めるか。まあラジオステーションの方がポイント高いね。ならばラジオ作っておきましょう。さまざまな場所にラジオステーション作って、あとはお任せでいいでしょう。で今ツアリストレーティング大きく下がったんでね、これ多分反乱が起こってここは危ないところだと判断されたのか、これまた上げ直すのすごく大変だと思うけど、もうそこら辺は時間がなんとかしてくれると思いたい。というわけでもうまた反乱とか起きなければね、終わりの方まで進めたいと思います。リバティも上がってきたので数字が、ここら辺がどうなるか。そしてさっきの人数スペシャルスティズン今87まで下がってるんでね、これぐらい100何歩いたのがね、これぐらい減っている。87、これが今後どうなるか。86、状況を見ても、リバティとかの赤いところがなくなってるかのような、逆にファンとかのね楽しみとかヘルスケアが下がってるんだね。だがクリニック作ったことによってそこら辺も好転すると思いたい。ここら辺お金ない人がそういう不平不満を言っている。今81まで下がっている。ホームレスがちょっと増えてるんでそこら辺対応しましょうか。で選挙は場合によっては不正を行うか、もしくはイメージキャンペーン、イメージキャンペーンとコミュニストと、あそこら辺かな。さてさまざまなものを作ったのでここら辺もクオリティ上げて対応しましょう。あとはホームレス、すごい金持ちも、なるほどね、これ外出たのかな、これもホームレスになってんでね。ここら辺なんか入った扱いになってないぞ、一旦出てったかのような扱いになってると思う。誰か入ってるね、ここは誰も入ってない。もう順番に空いてるところあったら入れていきましょう。金持ってるツアリスト、それがセレブがもう今いなくなってたっていう、多分反乱によっていなくなったんだと思う。なので再度来てもらうようにやっといて、あとは時間経過かな。さてスピッターも、特段大きなこともなく、では進めていきましょう。今スペシャルシティズンが75まで下がってる、74、73、いい感じに下がってるね。だがファンがやっぱり下がるんでね、自分が最終的にダメになったのはファンの部分がダメだったような感じだったので、そこの対応もしなければいけないんだけど、軒並み物は作ってるはずなのでそこら辺をどうするか。エンターテイメントもうサーカス大量に作ったので、あとアーケードぐらいか。ここら辺もやっておきましょう。 We've got the proof, Presidente. He was using spit to drain the bank accounts. さて今クエスト一つ達成となってますね。そしてこれもクエストコンプリート。どっちがメインクエストか分かんなかったけど、いずれにしても
徐々に終わりに近づいているかのような。さて、あともう一個、ツアリスト今90分の72で、このストップザマネーロスもなんか勝手に達成してますね。どういう理由かはわからないけれども、ということで、あとはもう90分の90以上になるまでのんびりと待っていたいと思います。さて、再び反乱が起こってしまったんだけれども、数は少ないかな、以前と比べて。もう2部隊3部隊ぐらいなんで。だがまたツアリストレーティングが下がるんでね、これきついな。果たしてやっていけるかどうか。今75、74、とっとと倒し終わってほしい。倒し終わった。70まで下がった。83まで上がったんだけど、だがまだまだ68、67。反乱起こされるとこうなるのか。となると、上がったはいいものの下がって、また上がったはいいものの下がってみたいな感じになってしまってる。あと今やっていて83まではなんとかいったんだけれども、そこから先が数字伸びなかったんでね、そこら辺なんとかできないか、ちょっと引き続きやっていきましょう。さて、今90分の89まで来ました。多分もう少し時間経過すれば達成可能だと思います。一応やったこととしては、このスペシャルシティズン、これをオープンハウスにすることによって、この星の数に応じてなんかポイントがね手に入るみたいなこと書いてあるんだけど、これが本当に正しい読み方かどうかはわからない。それをなんか人数がねいつの間にか減ってしまったんだけれども、この4人やっている。またそれ以外にも建物、ビルディング、まあツアリズムのところもそうなんだけれども、なかなか高いもの全部予算とかもマックスまでやって、何かできそうなアップグレードもやって、またそれだけではなくてラグジュアリーの方のエンターテインメント、これらのポイントも上げていって多分達成できるんじゃないかなと。このサービスクオリティが高いと多分いいんじゃないかなとね考えてるんだけど、実際どうかは分からないです。で、逆にこのエンターテインメント、これらを削っていって、まあ、クオリティ低いものは全部削っていってクオリティ全体に上げていくような感じにやってます。これが本当に正しいのかもまたよく分かりません。あとはポリティクスのこのミニストリー、さまざまな大臣を置くんですけど、これかな、インクリースオーバーオールツアリズムレーティングバイ5、これが多分影響するのかなと。今最後にこれをやったことによって徐々に数字が上がってますので、まあ、他にもビルディング絡みの効果が上がるものをいくつか選んで、これで結果が出ればいいんだけれども、今90分の89、この最後の方上げるのが本当大変だった。何をやったらいいかがね分からなかったんで、で積極的にこれもいいねをやっていくことによって、星の数が多くなることによって多分いい評価をねこのエリアもらえるんだろうなと思います。多分これで90いってもらいたい。のんびりと見ていきましょうか。さて、今条件達成となりました。なんとかクエストコンプリート。これは結局何をやりたかったのかがよく分かってないですけれども、それでもミッションをクリアするぐらいであればなんとか達成が可能です。やはりそれぞれのルールがね、それぞれのミッションによってさまざま出てきますので、そこら辺読み解くのがなかなか大変でしたけれども、無事クリアとなりました。Who would have guessed that just a few months later, Spitter would be bought out by a rival platform and shut down. Lo que tú ves es la vida ideal. But while Spitter might have died, tourism thrives. I can feel the bustle of tourists, see the flashes of cameras, hear the ka-ching of casinos.Jess, once the world saw what we had to offer, they beat a path to our door, and we charged them a fortune to open it. Y como ves, es la vida ideal.
You have done it, Presidente. というわけでビクトリー。I mean, victory is yours. 途中今最後のところでも見えたこの遺跡のところだよね。どこだっけかな、この方向、ここら辺結局活用できなかったので、この遺跡が、まあ、そこまで効果ないような気もねしてたんで、この下のところもねうまく活用できればよかったけど、こんな感じでとりあえず初期の場所を積極的に上げてってね、さまざまな建物を作って無事クリアとなってます。また今後もトロピコ6ダウンロードコンテンツが出た際にはプレイしていく予定ですので、また興味がありましたらその時はご覧いただけたら幸いです。他にもさまざまなゲーム実況やってますので、それらも興味ありましたらぜひご覧ください。長らくご視聴ありがとうございました。ではでは。